クエン酸回路。クエン酸回路はミトコンドリアのマトリックスで起こる反応です。ここでは解凍系から運ばれてきたピルビン酸に対して二酸化炭素が外れる反応と水素が外れる反応とが複数回生じることでエネルギーが取り出されます。そのエネルギーの一部はATP に蓄えられますが、ほとんどは高エネルギー電子として NADH が受け取り、電子伝達系に持っていきます。ここでは、二酸化炭素が外れる反応を、脱炭酸反応、水素が外れる反応を、酸化反応と呼びます。まず、マトリックスに運ばれたピルビン酸は、1回の脱炭酸、1回の酸化反応によって、アセチル基となり、歩行素 A と結合し、アセチル CoA になります。この後、クエン酸回路に入ります。アセチル CoA が、オキサロ酢酸に2つの炭素を結合させ、クエン酸が生じます。クエン酸は2回の脱炭酸と4回の酸化反応によって再びオキサロ酢酸に戻ります。最終産物のオキサロ酢酸は再びアセチル CoA と反応していきます。このように最終産物が再び反応の最初の基質となる経路を回路と呼び、今回は最初に生じる物質がクエン酸なのでクエン酸回路と言います。ではマトリックスで起こる反応をまとめます。まず炭素に着目すると、ピルビン酸からアセチル CoA になるまでに1回の脱炭酸が、クエン酸回路で2回の脱炭酸が生じます。これでピルビン酸の持つ3つの炭素が全て二酸化炭素になります。次に水素に着目すると、ピルビン酸からアセチル CoA になるまでに1回の酸化反応が起こり、クエン酸回路では4回の酸化反応が起こります。1回の酸化で2つの水素イオンと2つの電子とが NAD プラスに渡され、 NADH と水素イオンが生じます。ただしクエン酸回路の1回の酸化だけ FAD という補光素が水素を受け取り、 FADH2 という物質が生じます。しかし NADH も FADH2 も脱水素酵素の補光素として働き、高エネルギー電子を2つ持つという点では共通です。これらは最後の過程である電子伝達系で利用されます。またクエン酸回路ではピルビン酸1分子あたり3分子の水が加わることで反応が促進されます。この反応1回あたりATP は一分子しか生成しません。ではまとめておきます。ポイント、ミトコンドリアのマトリックスではピルビン酸1分子あたり ATP が1分子得られます。また1プラス4回の酸化反応により NADH が4分子、 FADH2 が1分子得られます。グルコース1分子あたりで考えるとその2倍量のエネルギー運搬体が得られます。